8月28日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題は、はい、昨日詳しくお伝えしたように先週末、まあ、厳密に言うと日曜日なんですが、茨城県で、筑波山を登っておりまして、筑波山登って降りてきてから、グミを食べた瞬間に歯の詰め物が取れたという日曜日の出来事でございまして、で月曜日にいろいろこう治療してくれるところを探して、月曜日の夕方に治療に行って仮のものを詰めてもらって、予約を取り直して、今日午前中からお昼にかけて、いよいよ麻酔をかけてぐりぐり掘ってですね、そこに、肩を流し込んで肩を取って、結果仕上がるのがですね、やっぱり 2,3 週間かかるみたいですね。で、私のスケジュールもあって、次本ちゃんの歯を入れてもらうのは3週間後ぐらいになりそうな、そんな感じなのでございますが、今日本当に久々に麻酔というやつを打たれたんですね。私ね、歯の麻酔にはもう一言で言うと、ものすごい痛いイメージを持っておりまして、歯茎にねプチューって注射しますよね。昔は歯の麻酔が痛いので、歯の麻酔を打つ前に歯茎だけ部分的になんか脱脂綿かなんかでペペッと塗るような麻酔をして、そこから麻酔をガギッと入れないと、とてつもなく痛いというイメージがあって、今日かなりビビりながら行ったんでございますよ。そしたら治療開始後数分で、先生、麻酔は終わりましたよ。はい、今のがもしかして麻酔注射ですか。もうそうそう、昔に比べるとね、注射器の改良と等が進んで、でなおかつ前歯よりも後ろの歯の方が痛みが少ないんですよみたいな、いろんな説明をされたんですが、気がつかないうちに麻酔を打たれたのでございます。だいぶ歯医者さんは、ね、痛くなくなってきますよ、昔と比べたら。昔の歯の治療の麻酔は恐ろしく痛かった。ドキドキしました。歯茎にそんな注射針刺すかあんたっていう、なんか夢に出てきそうな、ね、ひどい目に遭わされた記憶があるんで、私が大体歯医者さんからっていうか、病院一般から、足が遠のいてるのは、私子供の頃にですね、近所にいたやぶ医者がですね、これもう亡くなったからいいと思いますその医者行くと、どんな病気かに関わりなく、はい、お尻に注射でもお尻に注射って ちゃんと診察してからの方が、子供がこれにちゃんと診察してからの方がいいんじゃないですか先生、いきなりお尻に注射はないでしょあんたと幼心に思ったのでございます。人の顔さえ見りゃお尻に注射っていう医者がいたですね。でも気持ちわかりますよ。そんな感じなとこありました。昔の医者ってやたらと子供のお尻に注射打ちたがりましたよね。打たれた打たれた。どういうことなんだろう。なんなんですかね。わかんない。その病院行くと、その病院の前通るとお尻に注射のイメージで。恐ろしくて恐ろしくて。これが例の恐ろしい話ではございません。別なんですね。恐ろしい話は別にあるんでありますが。はい、何かその恐ろしい話を言い渋ってるように聞こえますよね、当然。もう期待度マックスですよ。ですよね。はい。そうなんですよ。これ、喋りたくないから、他に話を持ってけば持ってくほど、もったいぶってるように聞こえてですね、喋るハードルが上がっていくという。何日もまたいでの出来事ですから。この悪循環にすっかりハマってしまいまして、はい、結局、話し出せずに終わってしまうんじゃないのか。いや、いつ話すんですか。しょうがないから話しますか。あ、はいはい。恐ろしい話、はい、聞きたいですか。聞きたい。別に月曜日から引っ張るつもりはございませんでした。月曜日は石破茂さんが突然お出になるという話を私はディレクターから聞かされて、今日オープニング全部トータルで3分ですから全部トータルで3分って、どうしても必要事項を全部こう削除していくと、15秒ぐらいしかねえじゃんみたいな。そうなんですよ。ということで断念をいたしまして、はい、火曜日にお話をしようと思ったら例の歯の話を始めてしまったゆえにですね、
今日になってしまった、はい、今日になってしまったんでございますが、私が経験した恐ろしい話はやっぱり夏のうちにやっておかないと、秋になって怪談というのもいかがなものかと思いますから、よく心して聞いてください。怖いですよ、怖い話これから辛抱しますからね。どうしてそういうさ、どうしてそういう嫌がらせ、あからさまな嫌がらせをするわけですか。私がそんなに喋りたくないと思ってるのを分かっているくせにですね、いやいや盛り上げたんですよ。分かりました。発端は4月の下旬に起きた肩脱臼事故が発端でございまして、はいはいはい、春先に肩を脱臼して、次の週も肩を脱臼して、はい、2週続けて肩を脱臼して、ね、右腕がほとんど動かなくなりまして、でそれ以来おそらく体のバランスが崩れたんだと思います、はい、腰痛が始まり、日増しに腰痛がひどくなっていったところに、私の昔ながらの出版社の知り合いから、はい、早く本を出せというプレッシャーを受け、勘弁してよ、もうちょっとさ、もうちょっと腰も痛いから本なんか出してる場合じゃないしって言ったら、頼みもしないのに勝手に私のメールマガジンを編集してゲラを上げてきてですね、これでいきますから、あの前書きと後書き早く書いてください、ちょっと待ってよ、何なんだよそれって言ってるうちにですね、書かざるを得なくなった理由が、はい、そのゲラをこの日本放送の玄関先まで持ってきたその担当編集者が、その封筒をお家で開けてみたら、はい、湿布薬が入っていたのでございます。親切だろ。わざわざ、だからラジオを聞いていてですね、私が最近腰痛に苦しんでるというのを知った編集者の方が、はい、こいつに原稿を書かせるためにはなんかやっぱり恩を売らなきゃいけないとこう思ったらしいわけですよ。わざわざ足を運んでここまで湿布薬を封筒に入れて、それが見たこともないような強力っぽい湿布薬、はい、プラス同時期お家に帰ったら、でかいペットがなんかカバンをゴソゴソしてて出してきたのが、うん、奥様がね、なんかものすごく磁力の強い丸い貼るやつ、磁気なんとかですね。だから具体名を出すと、はいはい、まあ皆さんがよく知ってる名前はなんとかエレキ板っていうのがありますね、うんうん、まあなんとかエレキ板そのものではなかったと思うんですが、はいはい、恐ろしく磁力の強い磁石がくっついてる直径2センチほどの丸い貼り付けるものを大量にカバンから出してきて、はい、ってわけですよ。優しいじゃないですかね。ほんで、まあその貼り薬で丸いやつと、はい、それから四角い貼り薬と同時にもらったわけですね、はい、そのタイミングで腰痛はさらにひどくなっていたのであります。どうせこんなもん効かねえだろうなと思って、はい、一気に貼り薬を2枚と、うん、磁力の強い絆創膏みたいなやつを数箇所貼ったのでございます。両方、まあ、腰から背中にかけて大量に貼ったのでございます、はいはい、意外なことに効きましてね、はい、あ、そうなんですか。あれ効くじゃんこれと思うと、不思議と、はい、腰痛というのは痛かったことすら忘れてしまうわけですよ。そんなに効いたんですか。効いたんです、ごく初期においては。それでその、 あの磁石と貼り薬を貼ったということも数日忘れていて、はい、1週間ぐらい経って思い出したんです、はい、あ、だんだん痛くなってきたんですね、要するに。まあ、あれ1週間ぐらい前に貼り薬となんちゃらエレキ板みたいなやつを確か合わせて7つぐらいは貼ったよなぁ、はい、と思ったのでございます。あ、ございます、よし次の新しいやつに貼り替えよう、はい、と思って、はい、シャツを脱いで貼ろうとしたら、1週間前に貼ったやつが完全に消えてなくなっていたのでございます。恐ろしいでしょう。きっとみんな体が吸収してしまったんではないかと。辛坊さん。は？何ですかそれ。え？何ですか。はい。はい。はい。
入ってね、恐ろしくないですか。10分間時間使ってますけどね。恐ろしくないですか。私の貼ったやつはどこに行ったんでしょうか。っていうか、まあ、まあ確かどこ行ったんですか。それ消えちゃったんですよ。だから私はですね、悪空間異空間に飛んでいったか、体が吸収したか。吸収しちゃったんでしょう。じゃあきっと今時期強い感じしますもん、辛坊さん。そうですか。なんかね、引き寄せられる感じします。時期オーラが出てますかね。もう時期オーラ満載ですよ。そうですか、やっぱりそうか。以上。ほら、だから俺喋り嫌だったんだよ。だからもう喋らずに済むもんなら喋らずに済むことでなかったことにしようと思ったら、何回も何回もしつこく喋ろ喋ろって言うから、こういうことになっちゃうんだよ。大事な週に限ってこんな。まあまあまあ、でもそれどっかに落ちてたりするかもしれないですからね、はあ、探してみてください。落ちるね。はい、ね、あ、剥がれる、うん、あ、なるほど。どっか磁石ですからね、あの、あ、くっついてる。そうそう、どっかにくっついてる。辛坊さんが行きそうなところピタピタピタってついてるかもしれないですよ。これ俺のかみたいな。そう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 、そうですか。探してみてください。皆さんそんなことありますよね。ちょっと貼ったはずのものが貴重な時間だな。いいですか。もう、あ、どうぞ、もう先行ってください。全部そこまで言うか、気を取り直して。やっぱりな。この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。で、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は政治ジャーナリストの田崎史郎さん登場いたします。自民党総裁選挙をめぐり、推薦人20人を集められるのは誰と誰なんでしょうか。田崎さんに伺います。5時台にはアメリカ大統領選挙のテレビ討論会、トランプ氏が欠席示唆から一転参加を表明というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。あなたが気になるニュースなどをどんどん送ってください。メールは zoom@1242.com。番組の感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で、5時26分頃のズームオンミュージックリクエスト、あなたが選んだ1曲をお届けいたしますが、今日のリクエストのお題は、貼ったはずの湿布が消えた時に聞きたい曲。貼ったはずの湿布が消えた時に聞きたい曲。恐ろしくないですか。恐ろしくない。あ、そうですか。まあでもちょっとお題としては難しいですけれどもね。そうですね。はい、選曲の理由も書いて、こちらもzoom@1242.com までお願いいたします。お待ちしております。では続いて、外為 .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて83円14銭高い 38,371 円76銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 11.32 ポイント高い 2692.12 で取引を終えています。円相場は1ドル144円40銭付近で取引されています。日銀の氷見野副総裁が今日山梨県で講演し、金融緩和の度合いを調整していくというのが基本的な姿勢だとしつつも、金融市場は引き続き不安定な状況にあり、当面はその動向を極めて高い緊張感を持って注視していく必要があると強調しました。これが市場に配慮したハト派発言と受け止められ、株価が持ち直すとともに円がやや下落しました。なお、市場の次の関心は日本時間明日未明に発表されますアメリカ半導体大手 NVIDIA の決算に向かうことになります。 AI ブームの牽引役である NVIDIA の業績には、株式市場以外の金融市場からも大きな注目が集まっています。以上、外為 .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。気象庁は非常に強い台風10号について、鹿児島県に台風を要因とする特別警報を発表しました。
中国を訪問中の日中友好議員連盟の二階会長は、中国共産党序列3位の張楽斎氏との会談で、中国軍機による領空侵犯に遺憾の意を表明し、再発防止を強く求めました。張楽斎氏は意図的ではなかったと説明しました。ロイター通信によりますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は記者会見で、ロシアへの越境攻撃は終戦へのステップの一つだと述べました。また来月下旬に行われる国連総会に合わせてアメリカを訪問し、バイデン大統領や大統領候補のハリス氏、トランプ氏に対してロシアとの終戦に向けた計画を提示すると述べました。厚生労働省は来年度の予算概算要求を公表しました。一般会計総額は今年度予算と比べて 1.4% プラスの34兆2763億円です。高齢化に伴う社会保障費の増加などを受け、過去最大となりました。福井県にある敦賀原子力発電所2号機について、原子力規制委員会は原子炉建屋の真下の断層が将来動く可能性が否定できないとして、再稼働の前提となる審査に不合格としたことを示す審査書の案を取りまとめました。原発の再稼働を認めない判断は規制委員会が発足して以降初めてです。公正取引委員会は来年4月にも巨大 IT 企業の取締りや調査を担う新しい部署を設置する方針を固めました。アップルやグーグルの規制を念頭に置く新法、スマホ・ソフトウェア競争促進法の執行や AI などデジタル分野の実態調査も行います。ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントは家庭用ゲーム機プレイステーション5の日本向け希望小売価格を9月2日に1万3000円引き上げ7万9980円にすると発表しました。部材費や物流コストが高騰しているためです。ソニーという会社のイメージは世代によって全く違いますよね。私よりも上の世代の人たちはソニーと聞いた瞬間にトランジスタラジオというトランジスタラジオっていうイメージ持ってる人は高齢の方にはかなりいらっしゃると思いますよ。ソニーといえばトランジスタラジオ、はい、で我々の世代はソニーといえばウォークマン。ウォークマンね、はい、ウォークマンそうですね。ウォークマンが出た時にはやっぱり衝撃でした。いや、画期的でしたよ。感動しました。あの、音楽聴きながら街歩くなんていう文化はなかったですね。そうそう、当時あのね、ウォークマンの発売前夜、ニューヨークの街を歩くと、なぜか黒人の人が多いんですけど、うん、黒人の人がでかいラジカセ、でかいラジカセのボリュームをいっぱいにしてそれを小脇に抱えて歩いてた時代があったんです。音楽持ち歩くっていうのはラジカセでかいやつを持ち歩くっていう想像できない。今はラジカセ持ち歩いてる人あんま見ないですかね。ちょっとびっくりしますよね。見たら、その後やっぱりウォークマンが発売されて、うん、世の中劇的に変わりましたよ。本当ですよね。音楽聴きながら街歩くというのが当たり前になって、そして2000年代超えたぐらいから、こっからやっぱりアメリカの快進撃が始まっていきますね。アップルの iPod。そう、iPod もね。iPod。こんなちっちゃいところに、そんなにたくさん曲が入っちゃうわけ。ね、薄くてちっちゃいとこにね。ソニーのウォークマンはカセットだったですよね。うん、その後 CD ウォークマンってあんまり入らなかったけど、CD の円盤がぐるぐる回るやつも発売されました。うんうんうん、で、そうかと思ったら、その次に出てきたやっぱり iPod、あのちっちゃいやつ一つに、うん、アルバム何曲分入んのみたいな。そうそうそう。で、その後 iPhone が発売されて、iPod じゃなくて iPhone で音楽聴くという、はい、まあスマホで音楽を聴く時代になっていったわけでありますが、今の若い人はソニーと聞くとですね、うん、ゲーム機っていう人多いのと、ね、欧米人なんかは日本以外の人はソニーって聞いた瞬間に映画会社っていう、そういうイメージ。だから今もう残念ながら、そういう世代はソニーっていうブランドは日本の会社だと思ってないですね。なんかハリウッドの映画産業だと思ってる人多いですよ。
さて、それにしてもソニーのゲーム機のプレイステーション5、プレステ5ですが、このプレステ5の値段の推移を見ると、この3年ぐらいでやっぱり日本のインフレがいかにひどくなってるかというのが如実にわかります。プレステ5が最初に発売されたのが2020年の11月なんですが、この時の発売価格が 54,978 円。それでもゲーム機で 54,978 円はだいぶ高いよねっていうイメージだったんですが、2年後の2022年9月に6万円台になります。6万478円。ただまあ478円、6万円を超えてるだけだから、やっぱりギリギリなんとか6万円前後にしたいよねっていう意図は感じますが、ところが翌年の2023年11月に66,980円、7万円の一歩手前にまで上がります。で、今回79,980円ということで、8万円一歩手前、だいぶ、はい、最初に発売されたプレステ5、2020年11月の時には 54,978円だったんで、そっからすると、まあ、25,000円。そうですね、25,000円。だからこの3年4年ぐらいで、この番組で私何回も言ってますけども、これ別にプレステ5だけの話じゃありません。もうありとあらゆるものがものすごいスピードで値段が上がり始めていて、給料がそれについていかないから、まあ日本人がガンガン貧しくなっちゃってると。それでまあ、為替が円安ですから、海外からやってくる人にとってはですね、日本安いねっていう、日本のマンション70平米で1億円23くらい安いみたいな、ふざけてんのかこの野郎みたいな、挙句の果てに今米までスーパーで手に入らない、どうなってんだこの国はと。確かに、はい、責任者出てこいと、あの人生功労さんならおっしゃったと思いますが、人生功労さん自体ほぼ知らない人が大半になりつつあるのではないかなと思います。その一つ前のニュースが、日本の公正取引委員会が来年4月にも巨大 IT 企業の取締役調査、この巨大 IT 企業の取締役調査、アメリカやヨーロッパはさすがにちょっとアップル、グーグルに限りませんが、これまあガーファっていう言い方とか、はい、ガーファっていう言い方はなかなか日本以外では通じないみたいですが、そうなんですか、はい、というのはあのガーファ以外にもいくつか大きな IT 企業がありますからね、略称としてガーファってなかなか日本だとまあ基本ガーファっていうグーグル、アップルみたいな、はいはい、フェイスブックみたいな、だいたい今フェイスブックなくなりましたから、メタになりましたから本当だ、変えないとガーファじゃなくてガーマかみたいな、まあ、そもそもそういう略称を使ってるところは日本以外あんまりないんですけども、それにしても今ヨーロッパあたりではですね、独占禁止法違反だっちゅうようないろんな制限をかけようっていうんで、莫大な負担金をちょっとお前ら払え、儲けすぎだっていうところが、日本は法制度作りが遅れていて、はい、ようやく来年の4月から本気で取り締まりっていうか、まあそういうところにばっかりお金が行く世の中、なんとかしなくちゃねっていうことにするぞって、来年の4月からって話なんだけども、はい、やっぱりさっきのソニーの話じゃありませんが、そういうお金がどんどんアメリカに吸い取られていっているという状況を変えるような、やっぱり起爆剤の企業が日本で誕生してほしいなぁと思いますが、残念ながらそういう今のところ目みたいなものも感じないのが辛いなぁと思います、はい、さてズームフラッシュの冒頭のニュースは、日中友好議連、二階会長、はい、久しぶりにニュースで見ましたら、うん、結構長老感出てるなと、これは物の言い方ですよね、これねすげえ長老感出てんな二階さんっていう、はい、もうスターウォーズかと思いました私は。ちょっとこれ以上具体的なことは言いません。そうですね、はい、もうあの皆さんが思ってる通りですからはい、もうやっぱり日中友好議連の会長の二階さんが、中国訪問して中国共産党序列第3位の人と会談する、その会談の席で、領空侵犯に遺憾の意を示したところが、中国側は、まあ、わざとじゃないよって言ったっていう、うん、それがニュースになってるわけでありますが、うん、まあどっちもタヌキだからわかんないですよ、そんなもん、遺憾の意を示したってそれ、うん、本当に言ったかみたいな、一応対外的にはそう発表してますけど、中国もいや意図的ではなかったって言ったことになってますけども、そんなもん意図的じゃなくて、
普通あの昔の管制光報装置がついてる頃の飛行機じゃないんだから、GPS、まあ、中国ロシアは独自の、ね、ポジショニングシステム持ってますから、はい、そんなに大きく航路を外れることは今時なかろうみたいな、まあ、そういう話ではあります、ね、はい、ズームフラッシュでした。8月28日水曜日、時刻は午後4時、まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、こんなメールいただいております。ありがとうございます。葛飾区の諏訪さくらさん、50歳女性の方です。お米についてですね、近くのスーパー 2,3 軒のお米売り場はお米がなく棚はガラーンとしていたはずですが、今日午前駅前のスーパーを覗いてみると何かたくさん並んでいました。あ、よかったですね。お米入荷したのかなと危機として近寄ると、並んでいるのは全部レトルトのおかゆとパックご飯でしたと。あらま、ね、あとはパックの切り餅、もち米、16穀米、麦、謎に海苔まで置いてありました。ね、お店が苦肉の策だったんでしょうね。あ、3人暮らしの我が家のお米は残りあと2キロです。それは結構ピンチですね。幸い防災用も兼ねてパスタを10キロ備蓄しています。家ではパスタを食べてしのごうと思います。パスタ10キロっていうとそこそこの量ですね。そうですね、まあ、でもやっぱりね、こう地域によってはそうですね、あの昨日も申し上げましたけれども、はい、茨城栃木から通ってるスタッフ以外は全員スーパーから本当にないですよって言ってるんですが、ね、そうな、北関東から通ってる彼だけが、あ、今すぐうちの近所のスーパーいくらでも、だから場所によるんだろうなそうそうそう思いますけれども、ただ場所によるっていうのがさらに問題で、都市部に生活していて米買おうと思っても買えないっていう現状はちょっと主食だからね、日本の。そう、困りますよ。今こそ政治は動かないといけないんじゃない、秋になったら新米が出回りますからとか言ってる場合じゃないだろう。そんなもん、うん、それは当然新米で回ってもこのチャンスに高く売ろうとかって思いますよね。あ、できればね、やめていただきたいですけど、まあ、そうですね、その辺分かってんのかなと思います。ね、いろいろ考えてしまいますよね。さあ、まだまだあのご意見お待ちしておりますので、ぜひお気軽にお寄せください。メールは zoom@1242.com、 それから番組の感想なども X でもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、貼ったはずの湿布が消えた時に聴きたい曲。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。自民党総裁選挙をめぐり、麻生氏が河野太郎候補の一本化を見送る。自民党の麻生副総裁は昨日、9月の自民党総裁選挙をめぐり正式に出馬を表明した麻生派の河野太郎デジタル大臣を支援する考えを示しました。一方で麻生派の議員が河野氏以外を支援することも容認し、一本化は見送りました。また小泉進次郎元環境大臣は9月6日来週の金曜日に立候補を表明します。では専門家にお話を伺います。政治ジャーナリストの田崎史郎さん、今日はお電話でのご出演になります。田崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、忙しいでしょ、はい、今それなりに、頑張ってます。偉いっすね。偉い。いや、本当つくづく偉いと思うんですよ、田崎さん。何をしてるんですか、そんなことじゃないでしょ。いやいや、本当に田崎さん教えてください。はい、で結局誰が総理大臣になるんですか。それが分かったら私必要なくなるんです。確かに そう言わずにですね、なんかもう正直ですね、めんどくさくなっちゃってですね。どうなんだろうな。いや、これからですよ、やっぱり。これからですか。だから一般的には進次郎さんって言われてるんですけれども、はいはい、僕もそう思わないわけではないんですけれども、思わないわけではない、また微妙な言い方ですね、それ。でただ進次郎さんがなぜ有力なんですか、勝つんですかって言われた時の、根拠を示せないんですよ。
根拠ね。はい、エビデンスを示せない。まず基礎知識からですが、国会議員票が367かな、はい、同数の党員票が367、はい、はい、で、国会議員、今のところ新聞なんかでは出そうな人っていうのが11人名前が挙がってますが、この11人は全員出ると考えていいんですかね、はい、いや、それは出れなくて、まあ、9人前後じゃないですかね。9人前後。今、はい、田崎さんの頭の中で落ちた2人は誰と誰ですか？言うとね、それ怒られちゃうよね、それ。せっかく手を挙げてんのに、なんで俺が推薦に集まらないって断定するんだと。斉藤健さんと野田聖子さん？いや、それは斉藤健さんはね、多分ね、集まるんじゃないかなと思います。じゃあ野田聖子さんと加藤勝信さん？それはね、お二人とも頑張ってますよ。もう口割らないですね。本当に。それ以外の人たち？まあまあもうちょっと様子見ましょう。大丈夫ですよ。今日は何喋っていただいてもネットニュースにならないんですから。いやね、最近なんかネットニュースになるケースが私もありまして、ね、それで、ね、ちょっとね気をつけないといけないなと。ネットニュースどうぞ。辛坊さんの番組には気をつけなきゃいけないなと。何を言ってんですか。何を言ってんですか。ネットニュースに当然オンエアで喋ってるわけだから、それがニュースになっても仕方がないと思いながら喋ってんのか、はい、いやここだけの話で喋ってんのに勝手にニュースに仕上がってなのか、どっちなんですか。いや、それは前者ですよ。まあ話す以上何かこうどこかで伝えられるのはやむを得ないと思って、その覚悟を持って喋ってます。なるほどね。石破さん出馬表明はもうすでに済まされましたが、本当に20人立候補、はい、推薦に集まるんですかね。それは集まると思いますよ、はい、やっぱり相当苦労されて、ようやく固め切ったから出馬会見されたんだと思うんです。なるほど。同じ、岸田派に所属していた岸田派というのが亡くなったんで一応過去形で喋るんですが、林官房長官と上川外務大臣、はい、2人ともこれは推薦に集められそうですか。林さんはまず大丈夫だと思いますね。で、来週の火曜日3日に記者会見されると思います。で、上川さんは今一生懸命頑張ってらっしゃるところですね。一生懸命頑張ってる。はい、はい、なるほどね。なんとなく2人が見えてきたような気がします。いやね、林さんの強みは岸田派宏池会の支持があるっていうことなんですよ。ほう。で、岸田派宏池会は真っ先に解散宣言したんですけれども、その人間関係はね残っていて、おそらくその結束は麻生派より強いかもしれませんよ。なるほど。ねえ、今、今の見立てでは11人名前が挙がってるうちの最終的に告示日に届けを出して立候補するのが9人ぐらいだろうという見立てなんですけども、9人にしてもですね、はい、推薦人20人プラスアルファを考えると、だいたい国会議員200人ぐらいは1回目の投票での投票先は決まっちゃうってことですよね。そうすると国会議員票の残票があと160ぐらいですが、そうすると、誰がどのぐらい上乗せするかっていうのが、その国会議員票にとっては、国会議員票って一人に全部上乗せされても百数十票、ところが地方票が367、こうなると1回目で1位に取るためにはこの地方票の行方というのが極めて大きいというふうに思うんですが、そうです。この地方票の367って、党員党友票だから割と世論調査に近い形の数字が出るよね、みたいなみんな感覚を持ってると思うんですが、ただ例えば郵便局長会であるとか自民党の党員党友って特定の組織の人たちがいますから、特定の組織の人たちっていうのは結構自民党の重鎮が票を動かそうと思えば動かせるんじゃないですか。
いや、それがね、まあ、動かせる部分もありますし、動かせないところもあるんだと思います。例えばね、3年前の総裁選で、河野太郎さんが小石川連合、小泉さんや石破さんの支援を受けて立ちましたよね。はい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 。あの時の河野さんの党員票における得票率は 44% だったんですよ。ほほ。半分にいってないんですよ。はいはい。人気者が集まって、6割くらい行くんじゃないかというのが当初の観測だったんですけども、開けてみるとね、44% しか取れなくて、なるほど。あの時、岸田さんも20% 以上取ったりされてたわけです。はいはいはい。で、その岸田さんの 20% っていうのは人気よりも、国会議員による働きかけとか業界団体の締め付けによってそれぐらいは取れちゃうんですよ。なるほどね。だからそこもよく分かんないですね。国会議員票で推薦人は二重にできないということでいうと200票ぐらいはもう投票先が決まってる。国会議員票の残票はそんなに多くない、はいはい、地方票は367、これが影響は大きいだけれども、はい、人気で動くのは半分ぐらい、半分強ぐらいは、場合によったら組織的に動かせる票かもしれない。こうなると変数が増えてきてなかなか予想がつかないんだけれども、はい、そうです。予想がつかないんだけれども、まあ、はい、ある程度世論の動向に合う形で地方票が動くと仮定するならば、1回目の投票で残るのは石破さんと小泉さん上位2人っていう形になるかなとも思うんですが、どうでしょう。いや、相当は限らないですよ、はい。僕は限らないと思う。まあ、つまり特定のやっぱり人間を1、2のどっちかに滑り込ますためにかなり大規模な動きが起きるっていうことですよね。だから党員票の投票動向は、まあ党員に対する世論調査をすればある程度ね分かるんですよ。はいはい。まだ今党員に対する世論調査ではなくて、自民党支持層の中で誰が強いですかって書くのが精一杯なんですね。はい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 。でそうすると小泉さんがトップで、朝日の調査だと自民党支持層においては石破さんは小泉さんの半分ぐらいしかないわけです。はい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 。でもそれが党員の意向かっていうのはイコールで結びつけられなくて、党員名簿に沿ってその方に調査かけるとある程度正確な数字が出てきます。なるほど。その調査はまだ行われてないんです。なるほど。一方国会議員票は従来の総裁選の時は非常に楽だったのは、各派閥 の、 構成員の人数を足していけばある程度推察できたんですね。でもそれが今回は全くできないわけですよ。でしかも宏池会岸田から先ほどおっしゃったような2人が立っている、茂木派からは茂木敏充さんに加えて加藤勝信さんも立とうとしている、はい、ね、っていうふうな具合で派閥単位でものを見ることができないんです。麻生派だって要するにもう自主投票なんですよ。ねえ、そんな状況、まあ本当に、まあそういう意味では読みづらい総裁選なんだろうと思いますが、はい、いち早く名乗りを上げて若手の支持を得てると言われている小林孝之さんという方がいらっしゃいますよね。はいはい、この人が1回目の投票で1位、はい、2位のどっちかに入ってくる可能性をどのくらいに見てます？それはね、わからないですね。で、今日もちょっと議員会館で、ある陣営の幹部の方とお話したんですけれども、はい、その方言われるには、やっぱり今、小林さんが最初に出馬表明したけれども、相当引き剥がしが、起こってると。何が起きてる？ごめんなさい。引き剥がし。あ、はい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 。その自衛に行って、小林自衛にいらっしゃる人を、他の自衛が説得して、剥がしちゃうわけですよ。はあ、はあははあ、そういうことも起こってるんですね。で、そうすると、本当に小林さんにどれくらい、得票が集まるかがわからないんですよ。あ、まあ、推薦に20人ぐらいは確実に集まるでしょうけれども、その後どれくらい伸びていくかっていうのは読めないんです。なるほど。はい。
もう一つ世論調査なんかでは大体3位につけることが多くて、プラス女性であるという別のファクターもある高市早苗さんという方がいらっしゃいます、はいはい、まあ、ちょっと保守派高橋色が強すぎるという、向きもありますが、仮にですよ、はい、仮に1回目の投票で小泉さんと高市さんという形で決選投票になった場合、うん、国会議員票はどうなりますかね、はい、新次郎さんと高市さんですか、はい、その2人になった場合は新次郎さんの方が国会議員票多いんじゃないかと思いますね。なるほど。でも新次郎さんが残るかどうかっていうのはまだ誰にも分かりませんよ、これ。あ、1回目でね。ね、1回目で、はいはいはい、はい、田崎さん大丈夫です、今日はネットニュースになりませんから大丈夫ですよ。いや、自分でね、予測つくんなら話したいんですけども、実際予測はつかないんですよ、これ。どうですか、過去こんなに予測のつかない総裁選ってありました？僕は初めてです。あ、田崎さんの長い政治取材人生で初めて。僕も政治記者44年ぐらいやってるんですけれども、総裁選何度も経験してるんですけれども、はい、誰が何票取るかって計算ができないんですよ。まあ、この人はまあ推薦に集まりそうだとか、集まるちょっと難しいかなっていう感じは持てますよ。でもその方が一体どれくらいまで国会議員票を伸ばせるかっていうのは今の段階でわからないし、はい、でも100数十人の方は決めてないと思いますよ。ここ4、5日、石破さんおよび河野さんからですね、キックバック金もらってたやつは次公認しないとか、キックバックしてたやつの金は返させる、返還させるとか、はい、割と世論を意識した発言が相次いでるような気がするんですが、はいはい、小泉さん、これが出馬表明が30日に予定されてたやつが1週間伸びましたよね。はい、はい、伸びましたね。これは台風の影響です。まあ、台風の影響なんだけど、どうなんですかね、はい、このあたりの、いわゆるキックバックおよび、はい、まあ、キックバックの中心が安倍派なんで、安倍派の議員さんに対して、出馬の時何か口にするっていうことはあるんですかね。はい、僕はその可能性はあまりないと思います。ない。ね、で、これね、もうちょっと冷静に考えた方がいいんですけれども、はいはい、自民党は4月4日の党紀委員会で、この人は離党勧告、この人は党員資格の停止、あるいは役職の停止という処分を行っているわけですよ、はい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 、自民党として処分を決めているわけですね、でそこでまた今度じゃあ選挙の時公認しないとか、あるいは金を返せというのは一旦決まった処分をに新たな処分を課すのと同じことになるわけです。まあ、刑法でいうところの一時不歳義とかってやつですね。はい、はい、だから、はい、僕は今回 この様子を見ていて世論に流されてるんじゃないかなって感じがします。新次郎さんは世論に流されることは多分ないだろうと思います。新次郎さんってそういうタイプなんですか？そこはしっかりするところはしっかりしてますよ、それは。で、誰が総裁になりますかね。分かったら苦労しないんですよ。取材する必要なくなるんですよ、私も。また話がまた戻ってしまいましたね。はい、ここでね、そろそろお時間なんです。はい。はい、おじさん。もうちょっと言えるというのを見えてきた、ね、はい、言えるというタイミングが出てきたら、ぜひぜひお願いします。お待ちしております。いつでもお待ちしております。はい、ありがとうございます。今日は政治ジャーナリストの田崎史郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいませんです。8月28日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、5時過ぎました。ご意見をね、一ついただいております。ありがとうございます。神奈川県藤沢市68歳の善馬場さんはですね、ほうほう、実家のある奄美大島は台風で船便がつかないので、テレビでスーパーやコンビニの空っぽの棚を映して騒いでいるけど、
あれって人々の不安を煽っているだけで情報として必要なのか、いつも疑問に思います。そうですね、しかし奄美大島の人々は昔から台風に慣れているので、皆さん生活の知恵でいろいろと工夫していると私は思いますけど ね、まあ、ご実家が奄美大島にある方のおっしゃることですから、うんうん、そうなんだろうと思います。もうむしろ今はね、うん、米の備蓄なんかしてない、都会で米がなくなってる人の方が困ってるかもしれないですね。どちらかというとね、お米に関してはね、はい、まあ、いずれにせよ今回の台風すっごいゆっくりしか移動してませんの で、はい、とってもゆっくりです。長時間雨風にさらされますから、はい、十分お気をつけください。そうですね、今のうちにできることはねして備えておいてください。そうですね、まだあの今大荒れになっているところはもう出るわけにいかないですけど、そうそうそう、ね、まあ、これからっていうところで今まだ大丈夫という方はね、うん、今のうちに備えられた方がいいと思います。はい、ではズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。はい、ありがとうございます。今日のお題は、貼ったはずの湿布が消えた時に聞きたい曲、辛坊さんの摩訶不思議な恐ろしい話でしたが、恐ろしい大阪府、はい、大阪市のリタホペさん、湿布が剥がれたらまた貼ればいいんです。でも東京の一人暮らしでは腰に貼るのは難しいかもしれませんが、貼ろうとすると必ずくっつくんだよな。そうなんですよね、よれちゃったりしてね、不思議だあれ。まあ、無事、貼れたらいいですよね。そこでドリカムの晴れたらいいね。いや、晴れたらいいねでしょ。それそうです、ね、ありがとうございます。広島県広島市のテフテフさん、61歳男性の方、はいはい、田原俊彦さんの貼ったシップグーをリクエストします。お大事にしてください。ありがとうございます。ハッとしてグーね。はい、ラジオネーム赤ゲラの隊長さん、茨城県つくば市44歳、ないないシップスティーンお願いします。ないないシップがないないないシップがない、いやシップじゃないしそれ、ないないシックスティーね、いつもラジコのタイムフリーですが、今日は夏休みを取ってリアルで聞いています。お、ありがとうございます。本当にそういう時に限ってつまんない話しますすいませんね本当に。横浜市にお住まい55歳、高山さん、こんにちは、いつも聞いております。今日のズームオンミュージックリクエストですが、貼ったはずのシップがなくなった時に聞きたい曲、きっと寝ている時に寝返りを打って剥がれたんですね。きっと夢を見ていたんでしょう。そこで辛坊さん、斉藤由貴さんの夢の中へはいかがでしょう。夢の中へね、本当に寝てる時じゃなくて、多分もしかするとね、うん、風呂場というのが疑わしいところなんですけどね。流れちゃったじゃないですか。それで流れちゃいますかね、はい、気をつけてください。ありがとうございます。青森県津軽のひげさん、66歳男性はですね、リクエストはガーネットクロウのオーバードライブです。なんでこれね、劇場版名探偵コナン天空のナンパ船ロストシップのテーマソングです。天空のロストシップ、そのまんまですね。それシップがなくなったロストシップ、ロストシップ、うん、はい、そして茨城県取手市62歳、ラジオネーム虎のしっぽさん、母さん、僕のあの湿布どこへ行ったんでしょうね。ママ、Do you remember the old 湿布って。いやいや、あのね、ジョー山中さんの人間の証明のテーマ、いかがでしょう。懐かしいな。このセリフも何のことやらっていう人もきっともはや今ね、そうですね、いらっしゃると思いますが。懐かしすぎて言っちゃいますか。言っちゃいますか。ジョー山中、人間の証明のテーマ。ではエンディングでねお届けいたします。まあまあ、いいです。歌いたくなりますよねこれちょっとね。まだまだねご意見は24時間お受けしておりますんで、辛坊さんへの質問なんかでもね結構です。どんどんお寄せください。メールは zoom@1242.com、 感想なども、X でハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するのはこちらです。アメリカ大統領選挙のテレビ討論会、トランプ氏が欠席示唆から一転参加を表明。
現地時間9月10日に予定されているアメリカ大統領選挙のテレビ討論会をめぐり、民主党と共和党の両陣営が一旦合意したものの、ハリス氏側が相手の発言中にもマイクをオンにするよう求めたことに、トランプ氏側が反発、討論会への不参加をちらつかせていました。トランプ氏は今日 SNS への投稿で、相手の発言中はマイクがオフになるルールで、討論会も行われることになったとの認識を示し、討論会に参加する意向を改めて表明しました。しかしロイター通信では、ハリス氏の陣営はマイクをオフにすることに合意していないとの認識を示しており、トランプ氏の失言や暴言を引き出す狙いです。アメリカ大統領選においてテレビ討論会というのは極めて重要です。なんつったって今回民主党のバイデンさんが、大統領選から降りて副大統領候補、副大統領だった、ハリスさんが大統領候補になる、まあ、あの流れの中で6月27日のトランプ VS バイデンの大統領選でバイデンさんが黙っちゃうという、まあ、私あのずっとリアルタイムで全部見たわけじゃありませんから、いろんなところの情報を総合して申し上げるんですけれども、どうもまあ端的に言うとさすがにもう別にじゃねっていうというような見え方がしちゃったということで、これはバイデンだと戦えないよなという圧力がさらに高まって、現副大統領のハリスさんが、まあ、バイデンさんは今の任期いっぱいやるけれども、次の大統領選挙にはもう出ないと、普通あの大統領って、アメリカ大統領っていうのは4年が1期で2期8年まではできるんですね。これはだけど2期8年やっちゃうと、あの一遍休んでも次出てこらんないんですよ。これはもう生涯で2期8年しか同じ人物はできない。まあ、やっぱり民主主義においてやっぱり多選長年やり続けるというのは弊害が大きいと。だからアメリカ大統領みたいな強大な権力を持っているそういうポジションは8年がユニットで2期8年までしかどんなことがあっても絶対無理っていう。だから民主党で言うと、かつて大統領やったバラク・オバマとかビル・クリントンとか、出てくればそれなりにまだ年もまだあの、ね、バイデンさんなんかよりも、ね、バラク・オバマなんかずっと若いですから、人気もあるし、だけど出らんないんですよ、2期8年やっちゃってますから、でまだ1期で辞める人はいませんね。1期やると2期目はそのまんま同じ現職がチャレンジすると。で、めったに負けないんです。負けることもありますよ。負けることもまあまあ往々にしてありますけれども、はい、通常はやっぱり現職強いですから。だからまあ、あの、年齢という心配がなければ、バイデンさんが2期目行くのが順当な流れだったんですが、さすがに6月27日のテレビ討論会で、これはダメなんじゃないのっていう話になって、テレビ討論会ってそのぐらい世論に重要な影響を与えるんですが、とにかく今じゃあハリス VS トランプどうなってるかというと、全米の総合世論調査みたいなものでは民主党の現職副大統領のハリスさんの方が数ポイントリードしてるっていう話なんだけれども、大統領選挙ってそれでは決まらなくて、カリフォルニア州はもう何回選挙やったって民主党が勝つよって、テキサス州はそれは共和党強いよねっていうようなところじゃなくて、選挙のたんびに民主党に転ぶか共和党に転ぶかわからない7つの州の行方、この7つの州では本当に僅差なんで、どっち転ぶかわかんないという中で行われる大統領、討論会、候補者討論会って極めて重要なんだけれども、バイデン時代に次のバイデン・トランプのテレビ討論会は9月10日のABC 放送主催のやつねって決まってたんだけれども、トランプさんが、いや、バイデンとの間で決めた話で、相手がハリスで変わってその予定通りは ABC みたいな変更してる放送局でできっかよみたいな話。まあ、でもこれはおそらく条件闘争と言われてました。というのが、まあ、ABC、これはまあ基礎知識なんですけど、アメリカにテレビ局がいくつあるかというと、テレビ局自体はたくさんありますけれども、もともとは三大ネットワークっていう言い方するんですが、ABC、CBS、NBC、この三つの放送局グループですね。アメリカって不思議なんですけども、例えば日本だとフジテレビとか、日本テレビ系って、フジテレビ系とか日本テレビ系って言うじゃないですか。アメリカは CBS 系、ABC 系、NBC 系って言うんだけど、日本と根本的に違うのは、CBS、NBC、あの、
まあ、NBC、どれも放送免許持ってないんですよ。ネットワーク親局で、ネットワーク親局で、はい、それニューヨークで放送してるのは、ニューヨークの ABC 子会社。カリフォルニアで放送してるのは、カリフォルニアの ABC 子会社で、日本は、キー局が、はい、あの、ローカル免許も同時に持ってますけども、アメリカの三大ネットワークって、あの、基本放送免許持ってないんですね。だ放送は作って放送しますよ。まあ、だから日本のネットワークと、まあ見え方としては同じなんですけども、日本のフジテレビっていうのは基本的に関東ローカル局がたまたま全国に電波出してるっていう、まあ全国の放送局に番組を送ってるっていう構図じゃないですか。はい、まあそれはともかくとして、この伝統的な ABC、CBS、NBC っていう三大ネットワークっていうのは、どちらかというと、リベラル系、民主党寄りと、目されてます。はい、ほいで、オーストラリア出身のルパート・マードックという人がメディア王と呼ばれて、もうアメリカでいっぱいメディアを買収して上り詰めていくわけですが、その中でこの ABC、CBS、NBC の三大ネットワークはリベラル変更だから、ちゃんとした、まあそのルパート・マードックという人曰くのちゃんとした放送局が必要だっていうんで作ったのが FOX ニュースグループっていうのがあるんですよ。 FOX ネットワーク、ここがやっぱり全米に、子会社、子会社っていうか、まあ、ローカル局を持ってますから、直接持ってるケースもあれば、それぞれ独立したところをフランチャイズにしてるところもありますが、その FOX ネットワークだけは、後から遅れてできた、これ4、だから今はアメリカでは3大ネットワークじゃなくて4大ネットワークっていう言い方するんですが、4大ネットワークの中で一番新しい FOX だけは、まあどちらかというと保守系、右派系、トランプ系というふうに言われてます。で、トランプさんとしては FOX でやってくれと。ABC みたいな変更してるところでやりたくないと。言ってて、いろんな説があってですね、じゃあまあ FOX でもやろうかとかね。いろいろな説があったんですが、最終的には予定通り9月の10日に ABC 発で行われるよと、はいはい、いうことで話がまとまったんだけども、その時に、うん、あの暴言吐いた時にそれがオンエアされないようにマイク切るっていう、はい、もう今まではねむちゃくちゃになることがあるんですが、はいはいはい、もうだから前回のバイデンさんの時にはそれなかったんで、そうですね、で今回マイク切るか切らないかという問題があったんですが、うん、これについては最終結論は出てないんです実は、うん、はい、だけど結論から申し上げますが、9月10日に予定通り、ハリス・トランプの、討論会が行われそうです。はい、もうこれで全てです。これはもう決まりと。はい、ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは鳥弟子虎のしっぽさんからのリクエストです。ジョー山中、人間の証明。はい、リクエストどうもありがとうございました。ありがとうございました。で、交通関係、電車の情報が入ってまいりました。JR 川越線が人身事故の影響で大宮駅と川越駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転の再開この後6時10分頃の見込みということですので、ご利用の方ご注意ください。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種、そして5時50分からの日本放送ショーアップナイター、今日は神宮球場からヤクルト対巨人戦、解説里崎智也さん、実況諸岡正夫アナウンサーでお送りします。さあ、呼んでください。諸岡さん、どんな感じですか？はい、神宮球場です。上空はですね、薄い雲が広がってるんですけども、やや低く垂れ込めてるかなという感じなんですね。風が普段よりちょっと強いかなという感じですが、昨日はですね、巨人だけが勝利しまして、上位3チーム広島阪神が敗れましたんで、巨人が首位広島にゲーム差なしに迫って今日のヤクルト対巨人戦を迎えることになりまして、これひょっとすると条件次第ではね、首位に立つかなという感じなんですけども、解説は里崎智也さんとともにお送りします。里崎さん、はい、またこの8月終わり残り試合少なくなりましたけども、まあ、最後までまだまだ分かんないんじゃないですかね、この感じだとね。いや、もう本当に9月の中旬ぐらいまでこんな感じで続くのかなと。出したら10月入るかも分かんないですよ。ということはね、取りこぼしは絶対できないというね、そんな展開になるんでしょうね。あと雨も心配ですね。確かにそうですね、はい、ということでこの後神宮球場からお送りします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップは、灼熱のダブルコメンテーターウィーク。明日はジャーナリストの田原総一郎さんと評論家の宮崎哲也さんです。台風10号の、ね、最新情報もお伝えするということです。で、明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは木曜日ですから、飯田浩司アナウンサー登場になります。さあ、誰を連れてきてくれますかね。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。帰ってシップ貼ろう。